栃木県小山市では日よけ用の吉津の生産が最盛期を迎えています。吉津は有水地に自生する吉を冬の間に刈り取り、乾燥させて専用の機械で編み込んで作ります。一枚の吉津にはおよそ270本の吉が使われています。窓際に立てると部屋の温度を2度ほど下げるとされています。吉津作りは今月いっぱい続きます。